ンポン。これ読みます？クワワットセドルフトスフジコ LP ゼロ。簡単やん。これ読みます？クワワットセドルフトスフジコ LP ですね。アカネが読めないよね。クワワットセドルフトスフジコ LP やないか。完成度高えのおい。面白いのでも両手んじゃねえよ。なんでだよ。普通の人読めないでしょ。知らんわ。このテーマで台本作ろうと思った時、ああでもこのセリフどうやって調整しようかな。で一日悶々としていろんな読んだことのある人の動画見て、ああこういう発音にするかとか考えて、いざやってみたらクワワットセドルフトスフジコ LP 一発で読まれた時のあの気持ち、あなたにわかりますか。知らねえよ。よかったじゃねえか。じゃあ実例に沿って実際に使ってみますか。あ、ここにゆるキャンがあるんで。やめとけお前。このやりとりを真似て使ってみましょう。セリフはこんな感じで、あかりちゃんが藤子 LP 言う役でお願いします。はあ、行くぜ。あかりちゃん、今週はどこ行ってんの。クワワットセドルフトス藤子 LP 語尾として使うの。でも語尾候補がこれかこれしかなくて、クソみたいな二択やめろ。普通でええねん。たく、じゃあどうぞ。今週はどこ行ってんの LP。 ちょっと語尾残ってんのなんだよ。藤子誰だよ。まあええわ。富士山の目の前のふもとキャンプ場ってとこや。クマ打ち取ったら送ってね。取れるかボケ。ついでにお昼ご飯も買ってきてね。くたばれ。シンゴが俺だ。相棒、お前が死ぬんかい。貴様のいるキャンプ場にマッチョと山田全体100匹を放った。何を放っとんねん。うわ、何をすれ変わったセドルトフジ藤子 LP。 お前が言うんかい。死んじまったじゃねえか、バカ野郎。こっちも空腹で死んじまったぞこの野郎。私がアカデミー女優です。舐めてんのかてめえ。あかり、死ぬな。大量の牛丼買ってきたで。なに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 、どうしたのあかねちゃん。この牛丼、あかりが空腹で死ぬ言うから買ってきたんやけど。優しい子。いらんかったか。いや、そういえば腹減って死にそうやったんや。美味しくいただくで。皆さんもどうぞ。はい。